してます。準備大丈夫そうですかね。はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあ早速プレイしていただきましょう。はい、はい、周りのキャラクターとのサイズも含めてちょっと見ていただければ、さっきまでのイメージしながらゾロと敵とのサイズ感と、はい、カイドウと敵のサイズ感をぜひご覧いただければ、はい、はい、はい、カイドウ出た。ルフィ隣にルフィ今いたけど、ちっちゃい。もうカイドウの視点から見たらもう海兵とか、まあ、海賊のこういったスケールでちょっと弱い者意味に見えるで、今もう暴れ回っていただいておりますけども、まあ、カイドウ自体は原作とアニメだとあまり戦闘シーンがちょっとなかなか出てないんですけども、まあ、そういった中でも今カイドウのような雷鳴発揮といったそういったアクションはちゃんと取り入れながら、うん、はい、組んでおりますので、そこはぜひ、はい、実際プレイしてみていただければと思います。青木そこにいるけど、青木本当はめっちゃでかいはずなんですよね。すごい身長高いんですけど、この身長高いんですさらにあれですね、このめっちゃですかね。ここでもう一度、はい、出します。あれ、はい、はい、では親父の言うとおり、今回ルフィがバウンドマンに変身するような技があるんですけど、同じようにカイドウをこうやってもうこれの場合変身して一定時間戦えるような技があります。でも見ていただけてると思うと、もう暴れ回れます、ね、本当に竜で、もうすごいでかいから範囲も広いし、暴れ回るだけでもその周りの敵がどんどん倒れていきますので、もうお好きなように一定時間暴れ回っていただけると、もう崩壊感半端ない。はい、はい、はい、またね、ちょっと出し惜しみしますか。続きはぜひお待ちしていただきたいところで、はい、こういった感じでどんどん暴れていけるような課題キャラプレイヤーとして入れてますので、はい、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、思います。はい、